あるですね。さあ、鈴木スイフト、まあ、ブリッツさんの、はい、チューニングが施された、はい、スイフトと、そして、ルノーのメガーヌ RS ですね、はい、まずはあちらからいきましょうかね、はい、ルノーの、メガーヌ RS、はい、こちらはまあ今最近出たばかりの、そうですね、ミッション車ですからね、本当に、はい、希少ですよ、ミッション車。あ、そうですね、普通のマニュアル、はい、はい、まあ、大体これ の, 詳細を詳しそうな新井さん、はいはい、279馬力、はい、トルク390ニュートン、車重は1470、詳しい結構ね、昨日ちょっと夜乗ったんですけど、すごく楽しいですよく走るぐらいだと楽しいんだけど、これをなんか、新井さんと勝負でタイムアタックとなると危ねえぞこれ。でもこの足もそんなに硬くなくてここ走れますね。普段本当に車高調というやつガチガチのやつはここ全然走れないので、あとああいうアンジュレーションがあるところはどうなるかですね。どちらかというとこの、足はリバウンド側がスッと上がってくるんで、ルノーと、シビック、はい、いかがでしたか。そうですね、ルノーがね結構全くノーマルの割には走れて、うんうん、逆にやっぱりヨーロッパの車だなというのはすごく感じましたね。ちょっとキャラクターがありますよね、あの車って。あるある、普通ちょっと普通と違うというか。違いますね、はいはい、リアタイヤがこう、うん、ステア動くので動く、ね、はい、それがちょっと癖があって、はい、うまく曲げれたり、うん、ちょっとドライバーと折ってこうなんか、うん、なったりね、はいはい、びっくりするとこがあったりとかあって、で逆にブリッツさんのシビックは、うん、まあ、どちらかというと僕は安定志向かななんて思いましたけども、うん、そうですね、はい、ブリッツさんのすごく安定してて、うん、やっぱり片足を組んで